14番パー3 140ヤードです。まあこれは手前のね崖気になる人多いと思うんですけど、基本的に崖までいくつで越えるかっていうのをまず測ってもらうとあんまり気にならないかなと。この場合だと100ヤードでは越えるんで、まあ、140とは書いてあるけど140って越えないとと思うから力んじゃうから、140でも100ヤード打てば越えるんだと思えばまず力みは減るかなと。あと自分のボールのイメージとしては低めのボールのイメージを必ずする。どうしてもこうやって上に上げてねこう越えたいっていう場合がそう思ってしまうことが多いんで、そうするとやっぱどうしてもこう上向いちゃって逆にダフってねポコーンとか入っちゃうから、低めのボールで打っていくイメージをする。それだけでもだいぶ違うかなっていう感じで、私8番で打っていく真ん中にね。本当に真ん中だ。あー手前ちょっと当たり薄かったけど、うん、はい、オッケー。いや嫌いなロングパット残っちゃったよ。結構切れそう。いやーポコ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 。本日の課題、よいしょー、よかった3回です。よし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 、すごいね、伐採中です。全部人の手で切ってるみたいです。すごい。15番280ヤードパー4なんですけど、なんかちょっとよくわかりません。一応なんかカートの GPS 見る限り、あの正面の木の奥に見えてるバンカーの手前下まで219って出てたんで、まあ、とりあえずドライバーで、あ、じゃあスプーンで前のカートぐらいのところを狙っていってみようかなと。ちょっと先のイメージが全く湧かないので、とりあえず見えるところに打っていこうかなと。あとは傾斜でちょっと真ん中に戻ってくるのかなっていうイメージでいこうかなと。多分ちょっと転がってどこ行ってるかなと、方向は悪くないんですけどっていう感じかな。行ってみましょう。これはドライバーじゃ打てなかったよね。よいしょよいしょ。これなかなか頭使うホールですね、やっぱ。よいしょ。ここはピンがエッジからプラ6、つま先上がり、55ヤード。ってことはエッジまで50だもんね。ただつま先上がりで左に行きやすいのと突っかかりやすいんで、ちょっと短めに行って打ちます。だいやあれがなんかその吉と出てんのか凶と出てんのかちょっと見てみましょう。いやーいやよかったって感じ。でも分かんないけど、まだまだ結果見ないと分かんないんで。それが大体弾かれるよね。うん、ピーとか言って端の方に行って、そう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 。試合とかだと結構ザック、あーよかったよかった、止まった止まった、よかった。よいしょ。さあでも下りなんだよね。のフック。あーやっぱおかしいな。フックって言ってカップ打っちゃってんだもん。いやー、はい、4つです。
はい、16番290パー4です。まあ、見ての通りちょっと先が全然わかんないので、とりあえず、まあ、カートの GPS ナビを見るところ、まあそんなにあの先は狭くなってないようなので、とりあえず真ん中に向かって打っていきます。ございます。旗の方向ぐらいかな、はい、じゃあ多分大丈夫だ。セカンド84、セカンド84、なんか思ったよりも左にあります。もうちょっと右側にあると思ったんだけど、あ、確かに国際水をめっちゃこう、もう傾斜して、うん、いや、なんならなんか右部屋、右サイドの方かなと思ってたんですけど、うん、まあこれはやっぱ初めてだからしょうがないよねっていう。結構思ったより右目、さっきやったあの旗よりも右で全然いいと思う。ちょうど旗ぐらいでここまで来ちゃってるから、これを知ってないとダメなんですか。ぜひそれを参考にして。84、52度です。で普通に打ちます。うわ、ねえ、すごい左にそう、ちょっと途中でも言ったんですけど、今日はなんかすごい左に回転がすごいんだろうな、きっと。まあまあまあ、これは切れそう。いやー、なんかギリギリだけどパーです。はい、はい、17番310ヤードパー4です。まあこれもちょっと見てある通りコースレイアウト的にはそんなに曲がってないんで多分大丈夫なんですけど、先が見えないので本当にコースの真ん中の方を狙って打っていきます。ただちょっと向こう側グリーンの手前のハザードを210超えちゃうとバンカーとかなんか池みたいなのがあるのかな、なんか水色なんかあったんですけど、そこに入る可能性があるんでスプーンでちょっと打っていきます。ございます。よいしょ、じゃあ行ってみましょう。90でピッチングで行きます。ちょっと見えないです見えなかったです。走っていったけど、さらに見えなかった。いや、走ってったら見えるかなと思ったけど全然見えなかったわ。さあ、すごい下りだよ次は。さっきは上りで届かなかったけど、下りで今度は届くのかにゃ。よいしょ、うわー、なんか変な転がりしたな。やっぱりポコ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 、この穴かな。なんか前半よりなんかこの穴強い感じ。エアレーションね、うん、さっきもそうでしょ、変なポコポコポコって。まあまあ、4つですはい、今のは悪くなかったなそんなに。18番130ヤードパー3です。本当グリーン面見えないんで、グリーンのね、その先がどうなってるか分かんないんで、とりあえずピン方向に8番アイアンで打っていきます。はい、よいしょ、なんかバランスおかしくなっちゃった。うん、とりあえず乗った、なんかバランス崩したけどよしよし、乗れば OK だぜ。寒いよ、なんかちょっと寒くなってきちゃったよいしょよいしょ、よいしょ、3回です。
はい、はい、もっちゃんお疲れ様です。お疲れ様でした。スコアは後半は35でワンダーで、だから前半が37の3オーバーに後半がワンアンダーだから2オーバーのパー70なんで、ここが72回でした。そうですね、コースの感じはやっぱ初めて回るのだと先がちょっとわからないとこが多かったので、まあ結構真ん中に狙っていっても、まあ、じゃあなんなら右に狙ってても結構左に行っちゃってたとかっていうのがあったんで、最初初めて回る方だとちょっと難しいかもしれないんですけど、距離短くてもなかなか満足するというか、すごいこう回りごたえのあるゴルフコースだったなと思います。私のゴルフの内容もそんなに今日良くなかったんでちょっとあれなんですけど、まあ、それでもすごい頭も使うし、距離がある人でもない人でもすごい楽しめるゴルフ場なんじゃないかなというふうに感じました。はい、景観もいいですし、あの難しいパー5みんなにちょっと挑戦してもらいたいなと思いました。今回の西熱海ゴルフコース終わりだと思います。はい、ありがとうございました。バイバーイ。